それではこれから横浜国立大学経済学部入試説明を始めたいと思います。入試説明の流れです。1、アドミッションポリシー。2、一般選抜。3、総合型選抜。まず、経済学部のアドミッションポリシーについて説明します。経済学部では、経済社会の重要な問題を把握し、明晰な分析能力を備えて、問題解決の方向を探究力を持ち、必要な情報にアクセスして、それらを情報発信できる力を持った人材の育成を目指しています。具体的には次に示す人の入学を求めています。1、経済社会、歴史制度、法律に深い関心を持ち、世界経済を長期的に展望する能力を育み、国際社会が抱える問題の解決に取り組みたい人。2、市場システム、経済社会制度を学び、経済学的手法で経済社会の諸課題の解決に挑戦したい人。3、必要な情報に自分からアクセスして、自己の思考で整理し、さらに自ら情報を発信する力を身につけたい人です。経済学部の募集人員と入試区分は次のようになっています。募集人員は全体で258名。1、前期日程が145名、後期日程が90名というふうになっています。プログラム別には、前期日程の一般が125名、DSEP が10名、LBP が10名。後期日程の一般が75名、DSEP が10名、LBP が5名です。総合型選抜、外国学校出身者選抜、志士外国人留学生入試は次の通りになっています。はい。では、続いて一般選抜を説明します。出願時に調査書と自己推薦書の提出が必要となります。一般選抜における大学入学共通テストの利用教科、科目は次の通りです。まず、前期日程につきましては、文系の方は社会2科目、そして理科1科目を選択していただくことになります。理系の方は社会1科目、そして理科2科目を選択していただくことになります。それ以外はこの画面にある通りであります。詳細については入学者選抜要項でも確認してください。後期日程については、ここにありますように、社会1科目、そして理科1科目と、こういうふうになっています。続いて、配点です。2023年度入試では、前期日程共通テストが合計で900点、そして個別が合計で800点となっています。後期につきましては、共通テスト800点、個別テストは数学もしくは英語を選択していただいて、800点ということになります。共通テストの合計点と個別の合計点は、それぞれ偏差値に換算されて、1対1の比率で合計されるということになります。続いて、DSEP、LBP の選抜方法です。DSEP は前期10名、後期10名。LBP は前期10名、後期5名というふうになります。選抜方法は次の通りです。一般選抜において、それぞれのプログラムを志望する受験生の中から選抜します。注意していただきたいのは、後期日程で DSEP を志望する場合は、個別学力検査で数学の受験が必須であることです。英語の受験ではできません。選抜の結果、一般プログラムの合格者となることがあります。なお、入学後に他の教育プログラムに変更することはできません。続いて、総合型選抜になります。一般プログラム15名を募集しています。選抜方法については、第1選抜が外部英語試験の成績により選抜、第2試験が面接試験、最終選抜が第2次選抜と共通テストの成績により合否判定が行われます。大学入学共通テストの成績では、ここにあるように数学が400点ということで、非常にウェイトが大きくなっていますので、数学の対策をしっかりと進めてください。はい。ということで、今年度からは、このように総合型選抜の、一般プログラム15名、そして DSEP 10名、後期10名、LBP 前期10名、後期5名というふうになっているということで、この人数がですね、昨年度から変更になっています。また、前期日程試験の共通テスト利用科目に関しては、地域公民2科目だけでなく、理科2科目も選択可能になりまして、理系コースからの受験も容易になっています。以上で、入試説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。